前回のあらすじ、鶏育てて羽食料ゲット、祭壇を作ってメイドさん召喚、だいぶアイテムが揃ってきたパート3。前回撮影してから1回もやっていないマリサと、霊夢です。ということで始まりましたパート4。いやーこのシリーズはパート20ぐらいまで行きたいと思っているんだが、まあそれは頑張るしかないわね。それとゆっくり茶番も作りたいと思っているんだぜ。よし。ということで今回はドラゴンを討伐する装備が一通り揃ったので、いろいろ寄り道をしてパート2で出会ったドラゴンに会いに行くとしますか。今は食料不足だから前回手に入れた鶏肉調理しますか。よし装備の準備完了。ドラゴンのところまで一直線だ。寄り道するけど。お洞窟だ。鉄とか見える位置にないかな。洞窟に丸石か。埋めよう。判断が早いな。いつかトラップで使えそうだから取っとかないと。場所も保存してと。スケルトンスポナーか。ブロック手持ちに入れてなかった。肉のところもうちょっと考えておきなさいよ。原木そのまま使うのもったいないからクラフトしてと。封印。あとはお前をやるだけだ。思いがけない収穫があったわね。チェストは今度見るとしますか。スポナーの近く歩いてたら全焼基地見つけたんだが、見晴らしも良さそうだし登りましょう。チェストの中身はどうかな。 B10 以外いらないな。まあ拾っとくか。確かこの近くの座標にドラゴンがいるはずだけど。いた。よし倒しに行くぞ。ドラゴンまで結構離れているわね。逃げないように早く行きましょう。よしだいぶ来たからベッド設置してと。ドラゴンどこだ。おいたいた。おら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 。なんちゅう顔で拉致してるのよ。後ろに動きながらじゃないと追いつかれるわよ。ちょっとずつ近づいてきてるぜ。飛んで行ったりしたら最悪のパターンね。それを避けるためにも近づかないといけないからな。やばいやばい、もうすぐそこまで来てる。マリサ落ち着きなさい。ドラゴンの攻撃のノックバックで後ろに下がれるぞ。助かった。そろそろラストスタートね。このまま突っ走るぜ。ドラゴン初討伐完了。そしてこれからなんだが、このドラゴンがメスだった場合低確率で卵を落とすらしい。まあそれは置いておいて、倒したドラゴンからは皮を剥いだり血を抜いたりすることができるぜ。だけどできていないわよ。手に何も持っていない状態でやるんだったぜ。ドラゴンが骨になったわよ。この状態はドラゴンの骨が入手できて、このドラゴンの頭蓋骨まで取れるぜ。お、できた。そしてこの骨を使うとドラゴンを飼った時に便利になるんだぜ。でも今回は卵でなかったわね。よしこれで全部回収完了。今回あのドラゴンはステージ3だったか。ステージって何？ドラゴンには5個ステージがあって、ステージが上がるとサイズがどんどんでかくなっていって、HP も上がっていくんだぜ。おっとそうだ、ファイアドラゴンの肉と心臓というのは、肉を食べると体が燃えるぜ。心臓の使い道はわからん。適当だな。それじゃ拠点に帰りますか。よし無事に帰宅完了。いろいろアイテム手に入ったから整理してと。そういえばメイドさん召喚できるんだった。4人目のメイドさんは一体誰でしょうか。刺激か。よし仲間にしてと。それじゃドラゴン装備作りますか。その前にドラゴンの肉がどれくらい満腹度回復するのか、調べてみるぜ。かなり回復するわね。ダメージを受けるのがあれだけど。ドラゴンの頭はイップさんの横に置いておくか。それでドラゴン装備は他の装備と同じ感じでクラフトするぜ。ブーツの分が足りなかったわね。ひとまずこれでドラゴン装備完成。着替えてみるぜ。うおすごい。装備が赤黒くて中二心をくすぐるような装備ね。まだ結構矢が残っているからもう一体倒しに行きますか。おぬまちだ。スライムボールは回路で使うからありがたいぜ。と急に来たな。こいつはスチュームパリデスだな。こいつらは群れで暮らしていてボスを倒すとどっか行くぜ。沼地に生息していて村人とプレイヤーに向かって羽を飛ばしてくるぜ。なかなかしぶといなこいつ。リーチも長いし攻撃速度速いし。なんとか一体倒せたぜ。今のがリーダーだったか。この飛ばしてきた羽はアイテム化することがあって、矢が作れるんだぜ。もう周りにはいなさそうね。それじゃ落としたアイテム見ますか。どうか。
この世界の銅は武器にすることができるぜ。金と同じように使えるのね。それじゃ進みますか。溶岩発見。これでネバーに行けるようになったから一応座標を覚えておかないとね。よしドラゴン発見。こいつも弓でチクチク倒しますか。そろそろこのモッドのメイン武器が欲しいわね。そうしたら結構楽にドラゴンが倒せるぜ。ガバエイムだな。あ、飛び立った。追いかけないと。追いついたけど結構ヤバい状態だぜ。ここで終わるのか。たかびちゃになってたぜ。なんとしてもロストは避けたい。だいぶ燃えたわね。残っててくれー。だいぶ残ってたぜ。それじゃサクッと倒すぜ。なんとか倒せたぜ。なんか手持ちアイテム減ってない？チェストに一応避難させておいたぜ。そして回収ができない。できたできた。今回も卵落ちなかったわね。それじゃ貴様は用済みだ。もうちょっとここら辺探索する？だが帰る。なんか最近ネタに侵食されている気が。ジョジョの7部アニメ化してほしいからな。ちょっとマリサ、知らない人がいたら困惑しちゃうでしょ。すまんすまん。村発見。アイテム根こそぎ奪いましょう。というか聖職者いるじゃん。エンパ集め楽だぜ。一応エンドラ討伐したいからありがたいわね。一応で片付けるな。なんか見たことない建物がある。あーモッドか。あれは何なの？なんか特別な村人がいるぜ。お邪魔します。チェスト、チェスト。輝く鱗とはなんぞや。とりあえずいろいろ持っていくか。こんにちクソだな。圧倒的暴言。あんたの道徳心は一体どこに行ったのよ。そりゃエンドにドボン。新事実エンドは概念も捨てられる。というかお前もさっき根こそぎ奪い取るとか普通に言ってたからな。ふっ、私でなきゃ見逃しちゃうね。漫画見たことないくせに。それは置いといて、あそこには何が入っているんだろうか。開かない。上のブロックか。素手で掘るしかないな。剣持ってるから剣でいいか。確か剣で掘ると少しだけ早くなるんだっけ。真偽は知らん。というか剣で掘ると少し早いってのを見つけた人すごいわね。よし開いた。あの変な紙か。それじゃここは用なしだ。サラダバー。別の村に同じのあったぜ。こっちも全部かっぱらっていく。帰宅完了。とまあこれで今回は終わりだぜ。実を言うとこの映像去年の11月ぐらいだぜ。面白かったらチャンネル登録と高評価よろしく。次の動画も見てねー。